態勢を取るのだ。守りは我らが受けるぞ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。上慶の脅威と連携して攻めよう。みんな行くよ。カジュ、お前が味方でよかったよ。との連携は、だが我らは決して諦めはしない。生徒信仰の足がかりとなる。一気に攻め落とすぞ。我が身がどうなろうと戦い抜く。義の兵になど屈してたまるか。よし、ここで防御体制を取るのだ。もう職に勝ち目はない。俺は投降する。開門するから助けてくれ。お主
この地の構造は。戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。仲間の裏切りに果てようとは無念。俺は義に降伏します。どうぞヨシナに。艦中は大事な防衛戦だ。断じて抜かせるわけにはいかぬ。まったく無駄な手間をかけさせてくれる。さっさと私たちに艦中を渡せばいいもの。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。今こそ敵の要所を叩く。思い知るぞ。艦中を奪われてしまうとは。これは苦しいことになる。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。この砦の兵糧が諸区の兵団を支えておる。何としてでも守り抜かねば。兵団を断つのは平坦なことではありません。だからこそ私たちで成し遂げましょう。定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。私の気力が破れようとは。敵将を討ち取ったよ。そのご活躍、皆の希望になりますわ。責任は果たす。自分だけがすごいこと。私の気力が破れようとは。敵将を討ち取った。お見事、見せつけてくれますな。よし、直ちに守備配置につけ、
来る戦闘に備えるのだ。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。敵もバカにできない強さね。あしらうにも限界がある。強敵ですね。終わりました。笑える要素が一つもありませんわ。討ち取った。そのご活躍、皆の希望になりますわ。砦を守り抜けぬと。諸君の兵隊を断ち、兵糧を確保しましたわ。上々の戦果ですね。上慶では遅れを取った。だがこの剣閣は絶対に落とさせはしない。驚異の執念、恐るべしだな。なんとか剣閣を迂回できりゃいいんだが。敵の足場を崩し、戦意を損。よし、ここで防御体制を取るのだ。私には上将より託された志がある。命ある限り何度でも立ち上がってみせよう。敵も意気健康のようだ。みんな気を引き締めてかかるぞ。強敵ですね。弱りました。笑える要素が一つもありませんわ。
らは引かねば。まるでクグズだな。どうかご無事で。なすため私は倒れるわけには。脅威の勢い引き迫るものがあるな。けど俺たちにも譲れないものがあるんだぜ。攻められようとは、こうなれば打って出るしかあるまい。来たか。だがこちらには進軍の疲れが、その差をどう埋めるのか。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。中心がいるのだな。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。大切な人の思い、笑顔を守りたいんです。楽城は絶対に渡しませんから。仕掛けやすくなるな。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。生徒は私が守り抜いてみせます。竜の妻として。この務めは果たしましょう。
この月影がお相手しましょう。参ります。消してやる。真の三国無双かよ。もう俺を担ぐ必要ないだろ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。最後の務めは果たせませんでしたか。孔明様、お叱りはあなたのお手。生徒に敵が。この戦の結果は動かせないかもしれない。兵の動きが鈍いな。流行し噂通りの安全。東を確保できればこっちのもんだ。この調子でいけば包囲も狙えるかもな。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。この地の攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。者ども奮戦せよ。次こそ敵将討ち取った。カジュ、お前が味方でよかったよ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。踊り狂え。まるでクグズだな。敵の気合は十分。ならばこそ自分が生かされる。王道たる戦ぶり。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。この地の攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。やはり力及ばなかったか。みんなよく戦ってくれた。攻撃態勢を解こう。諸軍が戦意を失ったな。ここは劉公子の出方を見るか。
魏軍大将軍司馬四条だ。劉公子、いや職弟劉禅だな。決断したのか。ああ、もう終わりにしよう。争いを続ける限り、悲しみは止まぬ。司馬相殿、一つ頼みがある。聞こう。私たちの願いを継いではもらえないだろうか。天下をすべ、悲しみのない世を作るという願いを。約束はできない。が、俺たちが開く時代がそうあるよう努める。ありがとう、十分だ。諸君は降伏する。降伏を受諾する。乱世は終われ。これでようやく大きな面倒が一つ片付いたな。何を言っている。四条、まだ最後の爪が残っている。何がだろう。職弟劉禅の承諾。敗者には敗北を深く刻まねばならぬ。己が敗者だと忘れぬ印を。それが劉公子の命だっていうのか。これ以上ないほどの。それはなしだ、カジュ。悲しみのない世を目指す。俺は劉公子にそう言った。それを裏切ることはできない。その甘さが再び世を乱すとしても。逆だ。人ってのは許されることで安らぐんじゃないのか。そう、孫悟も。ならば乱世を終わらせてみせろ。お前のやり方でな。ああ、まあ見てろって。カジューは淡々と蜀討伐を成し遂げた。
降伏した龍禅は洛陽に移送され安楽公に報じられる。司馬昭は残る五の討伐に向けて動き始めた。そんな中、荷重は浮つくことなく冷静に任務を遂行する。陰謀を張り巡らし邪魔する者を消し去っていく。全ては司馬昭の天下のために。行け。よう、何してんだこんなところで。師匠、それはこちらのセリフだ。今お前は執務中のはずだが。ねえ、バレてたか。行き詰まってついつい新しい昼寝の場所を探してたな。俺の監視なら間に合っている。わざとらしい芝居はやめておけ。監視？何の話だ。とぼけるならそれでいい。昼寝をしたければ馴染みの部屋にでも行くんだな。お前の手、必要以上に汚さないでくれ。このままじゃ感謝だけじゃ足りなくなる。何の話だ。